皆さん、こんにちは。交通インフラ研究所です。今回は、三浦半島の主要幹線道路建設プロジェクトのうち、三浦半島中央道路、国道357号、東京湾岸道路延伸、横須賀パーキングエリアスマートインターチェンジ、国道134号地下化について、 関係自治体のホームページ資料と Wikipedia の情報をもとに検討します三浦半島の主要幹線道路は国道134号国道16号国道16号に含まれる横浜横須賀道路 そして整備が進められている三浦中貫道路、西海岸線、三浦半島中央道路などが挙げられます。これに加えて国道357号湾岸道路の延伸も計画され、三浦半島の主要幹線道路の一つとなることが見込まれています。今回は令和3年度、 三浦半島地域広域幹線道路整備促進規制同盟の活動に盛り込まれている路線のうち三浦半島中央道路国道357号湾岸道路の南下延伸横浜横須賀道路の横須賀パーキングエリアスマートインターチェンジ整備と国道134号の 地下化について取り上げます三浦半島地域広域幹線道路整備促進規制同盟の活動に盛り込まれている路線のうち高速横浜環状南線横浜湘南道路三浦縦貫道路及び西海岸線についてはすでに別の動画で取り上げているため そちらを参照いただけま,すと幸いですまずはじめに結論から確認をしていきます三浦半島中央道路の調査中区間の着工時期は未定となっています国道357号湾岸道路は夏島交差点まで事業化しましたが開通時期は未定となっています 横須賀パーキングエリアスマートインターチェンジは上り線から着手することになっています次に三浦半島中央道路について確認をしていきます三浦半島地域は地形上の制約から特定の幹線道路に交通が集中し交通混雑を引き起こすなど地域の社会 経済活動に支障をきたしており半島の中央部において南北方向の交通の軸となる幹線道路の整備が望まれていますこの課題の対応策として三浦半島中央道路が計画され整備が進められています起点は逗子市桜山終点は横須賀市山科台となっており 全長約 11.7km の道路となっています。共用済みの区間は、葉山町長良から横須賀市湘南国際村一丁目までの区間で約 4.7km。制限速度は北側時速 50km、南側時速 40km となっています。 また、三浦半島中央道路の区間最も南側にある一部区間である、横須賀市山品台1丁目から9丁目の間の約500メーターもすでに強用されています。次に調査中区間について確認をしていきます。逗子市桜山から葉山町長良までの約 1km が調査中です。周辺の生活道路への通過車両流入などの課題があり、検討が進められていますが、住宅地直下をトンネルで通過するため、反対の意見も根強く、着工に至っていません。もう一つの調査中区間は、横須賀市湘南国際村一丁目から横須賀市 山品台までの約5 5ターで調査中の区間となっていますが、逗子、葉山を通る北側区間に比べて優先度は低くなっています次に国道357号湾岸道路の南下延伸について確認をしていきます、うん、神奈川県 横浜市、金沢区八景島から神奈川県横須賀市、夏島町までの延長 2.3km が事業家間となっています。三浦半島の3市1町が結成した三浦半島地域広域幹線道路整備促進規制同盟が毎年のように国土交通省や 神奈川県に要望書を提出してていいまますすが未着工となっています2018年2月19日国土交通省はこの区間の建設に向けて夏島交差点の改良工事に着手する旨を関係自治体に伝え同年7月22日に着工しました片側2車線の 道路と歩道が整備される計画ですが、完成年度については明らかになっていません。また、横須賀市の要望している、夏島から先の三笠公園付近までの延伸ルート検討は、今後の課題となっています。次に、横須賀パーキングエリア。 スマートインターチェンジについて確認をしていきます。横須賀市は2015年6月3日に仮称横須賀パーキングエリアスマートインターチェンジ地域協議会を設立開催し、同年7月7日に国土交通省へ連結許可申請書を提出。7月31日付で連結許可がおりました。 坂本芦名線に横浜方面の出入り口のみを整備する計画で、現在、上り線の整備について準備を進めています。次に、国道134号の地下化について確認をしていきます。逗子市は、逗子海岸の景観を復元するため、国道 134号の地下化の実現可能性について研究することを国に要望していますが、実現のめどは立っていません。まとめになります。三浦半島中央道路の調査中区間の着工時期は見通せない状況となっています。国道357号 湾岸道路の南下延伸は、夏島交差点まで事業化し、一部着工していますが、開通時期は未定となっています。横須賀パーキングエリアスマートインターチェンジは、ハーフインターチェンジで、上り線から着手すると見られます。国道134号の津市海岸付近の近くは、 研究調査のめども立っていない状況となっています。最後にもう一度結論を確認しておきます。三浦半島中央道路の調査中区間の着工時期は未定となっています。国道357号湾岸道路は夏島交差点まで事業化しましたが、 開通時期は未定となっています横須賀パーキングエリアスマートインターチェンジは上り線から着手するとみられます。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか